こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、バラードのフィルインってどういうふうにやればバラードフィルイン特集とかないですかということでですね、やっていきたいと思うんですが、バラードのフィルっていうのは、バラードフィールでやるときは、ここ3なんですけど、3連符しかないんですよ。なので、こういうふうですね。なので、例えば1番だと、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー。これとか、で、これを分割したやつ。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー。みたいな感じですね。そうすると、こう、いわゆるこの、お嬢じゃー。お嬢じゃー。みたいな、こういうタイプの、要はこうジャズにちょっと変わった感じ。要はバラードって言ったら結局ワンツースリーワンツースリーワンツースリー、こういうノリしか基本的にできないんですよね。で、バイテンフィルティを使うといいっていうことなんで、バイテンフィルティのはこういう8分音符、イーブンの8分音符とか、こうイーブンの16分音符のフィール、この2つすごくよく使うんですよ。ワンツースリーフォーツーツースリー、もう一個の方はツリーフォーツーツースリー、このタッタンダーンとかタンタン、これも倍のフィールなんですね。で、全部フィルインっていうのは基本的に次のクラッシュに向かうということね。このクラッシュに向かう。要はそれをなんかここで区切りたいと思ったところにフィルインを入れてあげるということですね。なので、例えばこれは、ジャズの場合はですね、ものすごくこうテンポもゆっくりだし、一拍ずつでこう切り替えて構わないんですよ。だから、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ね、こんな感じとか、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、タン、タン、タン。で、この倍のフィールのやつの裏が入ってきたときは、タッカ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 、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ワン、ツー、タッカ、トッカ、トー。足でやったりとか、いろんな形でこれを表現することができると思うんですが、倍点に行くっていうのはそんなに難しいことじゃなくて、もう8分10シンコペーションブックとかは2で、間で3連入れて急に減速したり、で、今トラッて入れたんですが、このラフですね、ラフとかこう装飾音符を入れてスピードを上げます。例えばワン、ツー、スリー、フォー、ツー、ツー、スリー、これね、ここシンバルにしてワン、ツー、スリーという具合にやっていくと、これ僕ラフの場合はよく使うのは、バラードだと遅いじゃないですか。だから2つだとちょっと物足りないので3つ入れたいと。3つ入れるときは、ここに書いた右右左右、これ3ストロークですね。要は3連のこれを入れると、ワン、ツー、スリー、こう今みたいにハイハットを開けて、ハイハットに向かってっていうふうに持っていく形ですかね。なので、例えばこういうタンタンに向かって、今度5ストロークも僕よく使うんですけど、ワン、ツー、スリー、ツー、スリー、倍点に向かってっていうふうに入れてあげるとかね。大体僕の手順はほとんど右右左右か右右左、ここでこのフレーズを入れてあげる。で、これをこの譜面だとワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォー、こういうふうにシンバルに向かって入れてあげると、うまくいくというか、要は飾りをつけてあげる感じですね。ラララリララララ。
たいな感じでこう飾りをつけて入れてあげるとかね。だからこう前にも言ったみたいにこの足がこうなってたりこうコードが置くとこでこうここにこうラフを入れたり合間をまあ、1点にしたり3点にしたりっていう風に、まあ、飾っていくって感じでやっていけばかなりいろいろできるんではないかなと思います。というわけで、まあ、僕がよく使うバラードのやつですね、この辺使っていただければいいかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。